こんにちは、柴田です。今回は人気のマルチエフェクターランキングトップ5を使ってみた感想だったりとかおすすめポイントをお話ししたいと思います。まあ、早速なんですけれども、2023年2月時点でのマルチエフェクターランキング、まあ、人気のランキングということで売れ数でしょうね。某 S 社のランキングを参考にさせていただいております。5位からいきましょうかね。5位はですね、ズームの G2-4 です。まあ、これはリリースされたばっかなんでね、動いてるというふうなことなんでしょう。4位はズーム MS50G、 ズームの連続ランキング で3位がボスの GT1 で、2位がニューエックスの MG30、 そして1位がズームの G1X4 という感じになっております。これですね、 G1X4。まあ、この中でですね、ニューエックスの MG30、 僕持ってなかったので早速購入して今ね1ヶ月間使用いたしました。なので今回のトップ5すべてですね、しっかりとがっつり使った上でのおすすめポイントだったりとか、まあウィークポイントだったりとかをですねお話ししたいと思います。まずね、一番のおすすめはやっぱりね、ズームのね MS50G、 初心者の方からギター歴が長い方までですね、皆さんにおすすめできる1台、まあ、安いですしね。で、内蔵エフェクトは140種類と火の打ち所が本当にないですよね。初心者の方にとっては、まあ、操作も簡単だし、エフェクトの種類も覚えれる。で、ギター歴が長い方に関しては、まあ、エフェクトのね種類なんかも頭には入っているかと思うんで、例えばここでピンポイントに今日はニルバナの曲を弾くからコーラスはナノクローンがいいとか、この曲のフェイザーは MXR がいいなとか、有名どころのモデリングが入っているんで、まあ、ピンポイントでねそのエフェクトを選べるという強みもあります。で、何よりねコンパクトでボードにね収まりがいいんで、ライブでもこれ1台あれば飛び道具として使えますね。僕はですね、日々レビュー動画で使っていて、もうここにねアンプの上にねずっと乗せてるんですよ。ずっとつなぎっぱなしです。どんなものにもね化けてくれるんで、アンプのモデリングにもなるし、ここで空間系使いたいとか、ブースターとして使いたいとか、めちゃめちゃ重宝してます。で、続いてがですね、この1位だったズームの G1X、これはですね、ほんと初心者の方にはめちゃめちゃおすすめです。操作方法も非常に簡単だし、リズムマシーンとルーパーもついていて、一人遊びも十分できます。ただギター歴がねそこそこある方にとっては、ライン録音ではね結構物足りなさを感じるんじゃないかなと思います。音のね粒がねちょっと粗めなんですよね。まあ、逆にそこがいいっていう人もいるし、まあ好みはねそれぞれなんですけれども、僕としてはセッションに行くときとかは必ずこれ持っていきますね。例えばアコギを弾きながら歌う友達がいたとして、ちょっと一緒にセッションしようよって言われたときに、これを持っていくとリズムマシーンも使えるし、軽いし、エフェクトの種類も豊富だし、まあ、ペダルもねこのサイズでついてますしね。リズムマシーンもねここ押すだけでねすぐにね使えるんで、セッションではね非常に便利です。で、ライン録音ではイマイチな音だったとしても、アンプ通すとね全然気にならないぐらいのレベルなんで、スタジオではね非常におすすめな一品かなと。で、続いてボスの GT1 なんですけれど、まあこれはね間違いないです。まあ、あのローランド、あのボスですからね。音に関してはもうライン録音もスタジオでもアンプのリターン差しもかなり納得いく音を作ってくれます。まあ、物足りないところというと、ズームに比べてねエフェクト数がちょっと少ないなと。まあ、でもねこの一つのクオリティがねめっちゃ高いんで全然問題ないんですけどね。操作性としてはズームよりはね若干難しいかなと。で、ボタンが3つなんですけれども、これねアサイン機能がね一つのボタンしか使えないです。まあ、アサイン機能というのはこのピンポイントでここにこのエフェクトを入れ込むと、ここを押すとそのエフェクトが鳴るというふうな機能なんですけれども、一番右のボタン、このコントロールボタン一つだけがアサイン機能で、左と真ん中に関してはパッチの切り替え、まあ、そういう風な感じになっているので、外付けのペダルがねあるとね、ライブでは戦えるようになるんじゃないかなという風な感じでございます。で、そして続いてはズームの G2-4 ですね。僕としてはねこれが一番おすすめです。 G1-4 の後継機というよりは G3N の進化版、まあ、そう考えた方がいいでしょうね。一つ一つのね音はクオリティがめっちゃ上がってます。で、操作もね非常にしやすいです。ほんと説明書なしでもね全然一発目からいけるんじゃないかなと。プリセットに関してはかなりねこだわってはいるんですけれど、相当ピンポイントなんで、もう曲名なんですよ。種類も豊富でいいんですけど、ハマる人にはハマるかなと、ハマんない人にはね一切ハマんないです。
なのでプリセットをそのまま使えるかっていうとちょっと微妙なところかなと。で、一番いいのはですね、これ3つのボタンそれぞれにアサインできるんですよね。まあ、先ほどのボスの GT1 だと1つのボタンにしかアサイン機能がなかったんですけど、このズームの G2-4 は3つのボタン一つ一つに好きなエフェクトを設定することができます。まあ、これはね G3N もそうだったんですけど、自分の好きなコンパクトの歪みを前段に置いて、その後ろにこの G2-4 を置く。そして例えばブースターとフランジャーとディレイみたいな感じで、それぞれ好きなねエフェクターを一つずつ入れておくと。ライブでの使用もねこれで全然いけますし、ライン録音の音もね全然問題ないんで、個人的にはこれが一番ねおすすめかなと。そして最後はニュー X の MG30。MG300 はね持っていて、まあ動画にもしてるんですけど、使いやすさだったりとかはね断然 MG30 の方がいいです。これね音がいい音がいいって言われてるんですけど、確かにね音はいいんですよ。まあ、それがねギターの音がいいというか、そのサウンド自体がいい、オーディオというわけじゃないですけど、その音がいいんですよ。まあ、自分が使ってて感じたのは、今主流のデジタル的なラインサウンド、今主流なんで、まあそれ全然いいんですけど、ゆくゆくはねちょっとねサウンドとして古くなっちゃう可能性もあるんじゃないかなっていう風な感じはします。まあ、利点としてはですね、外付けのスイッチが最初からついてるんです。非常にニューエクスさん優しいですよね。というのもボタンがね3つあるんですけれども、ボスのね GT1 と同じで、この一番右のボタンだけしかアサイン機能が使えません。左と真ん中に関してはプリセットの変更なのでね、外付けのペダルはね必須かなというところではあります。最大の利点というか特徴としては、センドリターンがついてるんですよ。で、 MG300 とは違くてエフェクトの順番変えれるから、センドリターンに今歪みを置くなり、エフェクト数が少ないんでね、 MS50G なんかもねセンドリターンで1台かましておくと色々と化けてくれるんでいいかもしれないですね。あとね、コンボ系のアンプがねめっちゃいいっす。どうしてもね、ボスもズームもコンボ系のアンプがね、ちょっといまいちだなって思うところがあるんですけれど、まあ、そこもね、非常にいいところかなと思います。まあ、ぜひぜひ参考にしていただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。島田でした。おはようございます。